先日はまあ園田さんとタッグということで、はい、こう九州のちょっと期待をこう一心に集めるレースになります。もうなんか 4,5 年連続で拓司拓海だったじゃん。はい、あの吉本さんずっと飛んでて。いやいや、まあ拓海の前を任されたので頑張ります。ちょっとまあコロンビアに行ってからという日程だと思うので、ちょっとどうでした、そのチームスピードとか。疲れが出て、うん、ちょっとチクプロボロボロだったんで、うん、ちょっとまあ少し休養を取ってきました。うん、ちょっと思うようにいかない感じだったかな。いやー、ちょっとなんか疲れがすごい出ましたね。まあ、コロンビアがやっぱりその地元記念終わってそのまま合宿からコロンビアだったんで、ちょっと疲れましたね。まあ、なかなかまあ一服する時間もない中ですよ。なんとかその競輪祭は、はい、まあ、回復はしたので、うん、まあ、その通りは走れるかなと思います。もちろんもう最近の中では G1 の優勝を意識して、あ、まずは、はい、決勝に乗れるように頑張りたいです。園田さんとまずはリズムを初日に、はい、ですね、しっかり走りたいと思います。勝ち上がりでまた高下といい前後を影響するようにそうですね走れれば一緒に、はい、頑張ってありがとうございます。